いいです、お願いします。はい、こちら2000年型シボレーコルベットクーペ正規入社、車両本体価格160万円。こちらですね、最大のポイントはスーパーチャージャーがついていることです。で、まあ、あのボンネットにですね、スーパーチャージャーのブロワーを逃がすためのバルジー、まあ、スクープみたいなのがついているのが分かる通り、エンジンにはスーパーチャージャーボルトオン装着されています。で、まあ、まずそこから見ていきます。はい、でこちらエンジン、 C5 コルベットノーマルは 5.7 リッター V8 OHV の LS1 なんですが、そのエンジンにですね、マグナソン製のマグナチャージャー、容量1900のスーパーチャージャーキットが装着されてます。でこちらパーツのカタログスペックで約100馬力上がりますよと。で C5 のノーマルが345馬力なんですが、まあ、それが約450馬力まで上がるっていうキットが装着されてます。はい、でこちらのエンジンなんですが、実はですね、この車両にとってこのエンジンは2機目だそうです。で前オーナーさん、走行約10万5000キロぐらいの頃に一度このマグナソンのスーパーチャージャーを取り付けたんですが、ちょっと別のトラブルでエンジンを乗せ替えることになって、当時約2万2000キロの極上の中古エンジンを見つけてきて、まあ、このスーパーチャージャーキットを移設したんですが、それ以来はほぼノントラブルで、オイル管理とかもすごい気を使ってたっていうこともあって、全く故障とかトラブルはなかったそうです。でつい先日お店が買い取るまで普通にオーナーさん毎日のように乗ってたということで、調子はすごいいいですね。はい、はい、タイヤホイール、まずホイールワークの LS、 ブラックのワークの LS が装着されてますね。19インチで、タイヤはですね、245の 35R19 で、タイヤはですね結構まだ新しいです。はい、はい、でこの車両ブレーキ結構大きいのがついてます。でこちらローターキャリパーはですね、 C6 コルベット GO6 のブレーキを移植しているそうです。でただですね、このワークの LS のホイールのディスクの形状でキャリパーが当たっちゃうっていうことで、キャリパーを少し加工しているそうです。でまあ GO6 用のブレーキなんで制動力はすごくいいそうですね。はい、はい、でリアもワークの LS で、リアは20インチで、タイヤサイズ275の30の20でですね、リアタイヤも結構まだ新しいですね。でリアタイヤはコンチネンタルを履いてます。はい、はい、でこちらマフラー交換してあります。こちらですね、ラッキーオートのショットガンマフラーで、結構存在感のある4本出しのマフラーに交換してあります。で結構ですね、これ音が売りのマフラーなんで、後で排気音を聞いてみたいと思います。はい、でこちらの車両ですね、少しローダウンしてあります。 C5 用のローダウンキットにスポーツショックで、スタビも前後とも変えてあるそうです。でただですね、極端に低くはないんで、まあめちゃめちゃ気を使うっていうほどじゃないんですが、やっぱりですね、フロントのディフレクターロワイヤーとかはかなりベタベタですね。はい、はい、でこちらの車両外装にもちょこちょこ手が入ってます。で一つずつ見ていきます。はい、まずフロント、本来 C5 の純正ノーマルはセンターにこのナンバープレートがついてるんですが、ナンバープレートが右サイドに移設されてます。
で、そのナンバープレートの移設に伴ってこの本来ナンバーがついてたところをくり抜いてフレッシュエアが取り込めるように加工してあります。で、こちらもですね、で、これはですね走るためのチューニングカスタムですね。はい、はい、でこちらボンネットパワーバルジー、まあ、エアスクープというか、でこれはですねエンジンにブロワースーパーチャージャーをつけたことでボンネットの逃がしを作るための措置ですね。はい、はい、でこちらフェンダー日本ライン、まあ、これ C4 の時なんかもありましたが GS っぽいこの黒いラインを入れております。はい、はい、でこちらサイドミラー、サイドミラーはこれ純正のミラーなんですがブラックにペイントしてありますね。はい、はい、でリアエンドもちょこちょこ変わってます。でこちらですね、カーボンシートを、トランクリッドに2箇所カーボンシートが貼ってあるんですがこれはおそらくあの前オーナーさんが大型の GT ウィングを以前つけてたのを、まあ、この加工跡をカーボンシートで隠してるんだと思います。で、まあ、さらにこの小ぶりなリップスポイラーでこれすごいちっちゃいんですがこれあるとないとで結構違うそうです。はい、はい、こちらインテリア、インテリアもですね結構手が入ってます。で1個ずつ見ていきたいと思います。はい、まずこちらステアリング、ステアリングスポーツタイプのショーケーステアリングに交換されてます。で、あとシフトノブ、シフトノブを交換されてますね。で、さらにこちら追加メータースーパーチャージャーの装着に伴って A ピラーにスーパーチャ、追加メーターが装着されてます。はい、でこちらシート、シートはですね運転席助手席ともにアフターのバケットシートに交換されてます。でスウェードのツートン、なかなかおしゃれです。で C5 コルベット、まあ、このチャンネルよく出てくるんですが純正のシートデザインはおしゃれなんですが結構ツルツル滑ってサポート性もあんまり良くないんで、まあ、こういったあのスポーツ走行したい人はだいたいシートは交換されますね。でこのシートはリクライニングも可能、前後に移動もできます。はい、はい、で今こちら運転席ドライバーシートに座ってます。やっぱりですねビジュアル的にすごいスポーティーですね。まあ、このステアリングが交換されてるのとこの A ピラーの追加メーター、まあ、上ブースト系で下が燃料の濃さですね、リーンリッチ、まあ、スーパーチャージャーつけてますんで、まあ、これであの燃料の濃さなんかも常に見つつオーナーさんは運転したそうです。でメーターパネルとかも結構綺麗ですし、まあ、この C5 コルベット純正のデザインを十分保ってますね。でこれオーディオなんか AC デルコの純正ですね。で2000年モデル、もう20年以上前の車っていうことを考えたら、まあ、結構綺麗な状態を保ってると思います。なんか内輪が置いてありますね。で内装に関しては結構これ程度いいと思います。はい、はい、じゃあちょっとエンジンかけてみます。はい、音はすごいんですけどあっさりかかるし調子良さそうですね。でアイドリングもばらつきません。でじゃあちょっと軽くアクセル吹かしてみます。はい、すごい迫力ありますね。はい、はい、でこちら走行距離164,071キロで、ただですねこれ車体の走行距離で、実際には105,000キロの際にエンジン乗せ替えてます。でこのエンジンに乗せ替えてからは約60,000キロで、なおかつその乗せ替えたエンジンがだいたい20,000キロぐらいだったということですんで、まあ、このエンジン自体が約80,000キロぐらいですかね。でなんで、まあ、
この走行距離の字面ほどはエンジンは全然くたびれてないですね。でなおかつミッションもこれ1回積み替えてるそうです。はいはい。でこちらトランスミッションノーマルの 4AT4L60E なんですが、多少強化してあるそうです。でシフトノブが変わってるんですが、基本的にはミッションは純正の 4AT になります。はいはい、こちらトランクです。トランク綺麗ですね。で綺麗なんですが、これノスのタンク、ニトロのタンクが積んであるんですが、これですね、先ほどお店の方に確認したところ、この車両スーパーチャージャーを装着する前はこのニトロでパワーアップしてたっていうことで、今でも一応機能的にはこのニトロの機能は使えるそうです。でただスーパーチャージャーつけた関係で、今このニトロ吹いちゃうとおそらくエンジンブローしますよっていうことで、前オーナーさんはもともとドラッグレースにも出たいっていう要望があったそうですね。でまあビジュアル的にも悪くないですね。でトランクすごい綺麗です。はいはい、じゃあちょっと排気音聞いてみます。お願いします。じゃあ少し吹かしてみてください。はい、こちら2000年型シボレーコルベットクーペスーパーチャージャー、車両本体価格160万円。まあ車検残ちょっとありますし、これだけ手が入った車両が160万円、これはかなりお買い得だと思います。でこのスーパーチャージャーキット、パーツ代取り付けで約150万で、それ以外にもこの車両の場合ボディ、外装、足回り、内装、結構手入ってます。でおそらくですがカスタムの総額は300万円ぐらいはかかってると思います。でそれがですね160万円は相当お得に感じます。でただ6ディグリーズのメカニックさん曰く、スーパーチャージャーキット取り付けてから約10年経ってるんで、まあできれば一度しっかりとやり直しというか、まあ、点検整備し直した方が安心して乗れますよっていうことではあります。でただ現状でも普通に乗れます。で面白いです。はい。